ご無沙汰しています。今日はですね、警察に捕まっちゃいました。警察にお世話になることは若い頃、まあ、何回かねありましたけども、もう30代40代になってからはもうね、お世話になることは普通ならばないんですが、捕まってしまいました。何かというと交通違反です。いきさつを説明しますと、嫁がちょっと仕事柄夜勤があってですね、午前中昼前ぐらいに、最寄りの駅まで車で迎えに行く最中にですね、まあ横断歩道があって、で、そこを通過したらですね、後ろからワンワンって白バイがついてきて、あれこれ俺か、もしかしたら、それで案の定僕の車の左側に横付けされて、運転手さん窓開けてくださいって言って、窓開けたら、すぐそこのロータリーに入って左側に寄せてくださいというふうに言われまして、すぐに、車を止めて、事情を聞きました。そうしたところ、先ほどの通過した横断歩道のところを渡ろうとしていた歩行者がいてですね、それはもう歩行者優先で、横断歩道を渡らせると。なので車止まって一時停止しなければいけないところ、そこを僕は、そのスーッと通過してしまったのが今回の違反です。ここで言うとこういう紙もらえますよね。この紙にあるのは、横断歩道者等妨害等、その中での進路前方横断歩道等を横断しようとする歩行者等があるとき一時停止しなければいけないんですが、僕は一時不停止、停止しないでそのまま行ってしまったことが原因でした。いやー不注意です。本当にいやー気をつけなければいけないですね。自分がもちろん悪いですが、自業自得なんですが、非常に残念です。なんでここまで残念かというと、もうずっと何年も安全運転続けてゴールド免許だったんです。しかもですね、このゴールド免許、今年の9月に初のゴールド免許だったんで、僕はすごく嬉しかったんですね。なんかゴールド免許になると、車の保険なんかも安くなりますし、あと一部のまあ施設とかでもゴールド免許の方対象に割引率が高くなるのかな、そんなことも、まあ、それよりも、まあ、有料ドライバーという、まあ、ステータスがやっと僕取得できましたから、すごく嬉しかったんです。安全運転してきたんだなと改めて思ったんですが、ここに来て数ヶ月で終了です。罰金としては9,000円、点数は2点減点ということで、ゴールド免許の方はですね、違反してから3ヶ月間、無事故無違反であればですね、この、2点、減点はですね、一応累積にならないと、はい、ということなので、まあ、この3ヶ月、違反しないように安全運転を心がけますし、まあ、今までねずっと何年も
違反なく運転してきましたから、おそらく問題ないと思いますが、今まで以上に気を引き締めて車の運転をしていきます。なんかその点数限定になって、反則金、もうよりもその年間のゴールド免許が一瞬にして終わったことが悲しいです。その免許の更新って5年、刻み、まあ人によっては3年もあるんですかね。まあ僕の場合5年なので、次免許の更新、今年免許の更新しましたから、5年後に、更新した時ブルーになると、いうことですね。このゴールド免許は何、あれか、しばらくこのまま持っていていいってことですね。更新まで。なんで表上はゴールド免許は出せるんですけども、実質上ゴールドではないってことですね。なんだそれ。今日のこの一時不停止による違反、これね、一番気をつけなければいけないと自分でよう分かってたタイミングでもあったんですね。理由は昨夜警察24時見て一時停止で、捕まっていた方がいらっしゃいました。しかも2台まとめて映像を見ていたのにもかかわらず、翌日午前中同じことをしてしまうという、何やってんだか本当に。白バイの方には、なんで、止められたか分かりますかと聞かれました。僕はですね、その横断歩道を過ぎた後にサイレンを鳴らされたので、あ、もしかして横断歩道に歩行者いたのかなってすぐ分かりました。そりゃそうですよね。昨夜テレビで見てますから。僕は運転してて、本当注意不足で歩行者が待っていると気分からなかったんですよね。気づいてなかったんだと思います。だから通過してしまって、でその白バイの方に指摘されたのが、あの民族衣装を着た歩行者いたの分かりませんでしたか。民族衣装、そんな方がいたんだと思って。ただね、対向車の二輪車が止まってて、なんか左右を確認してたっぽいんで、それは確認してないんだよね。なのであの二輪車が止まってる理由っていうのをきっちりと注意深く読み解けば、歩行者が通るのを待っているんだっていうことに本来は気づくべきでした。ちょうどですね、ちょっと気づかなかった理由も、車道と歩道の間に植え込みがあるんですね。植え込みがあって、多分ね、こうどこまで、腰より上かな、なんでそこに、そこと、あと植え込み、木があったりするので、もしかしたらそこで影になっていたのかもしれないですね。まあいずれにしてもね、いやー、なんで気づかなかったんだろう。まあちょうどね、年末年始は警察の方もね、交通違反がないか巡回しているパトカーや、白バイも多く見受けられますから、本当にね、皆さんも運転される方、ドライバーの方は気をつけて運転された方がいいと思います。まあね、警察いるいない関係なくですね、まあちょっとね、運転には気を引き締めなければいけないなと改めて感じた次第です。何ですかね、なんかずっと違反なく運転してきて、この何ですかね、一時停止の場所でもなく横断歩道のところで歩行者が横断する前に待っている場合は停止しなければいけない。ここは本当皆さん気をつけた方がいいかもしれないですね。知らず知らずのうちに通過している可能性があります。
で、ロータリー着いた時にちょうど、まあ、嫁のお迎えで行ったわけですから、その停車して、白バイの方が、まあ、書類を準備して後ろに行かれた時に嫁から LINE 来てですね、おにぎり買ってくるとか、まあね、こっちの状況わかんないからのんきにそんなメッセージが来て、もうすぐに警察捕まったって送りました。で、次一時不停止、そしたら嫁が、えっ、なんかごめんって言いました、ね、嫁は全然悪くないんですけどね、ただ人間ってあるじゃないですか、嫁が迎え行かなければこんなことにならなかったのに、悪い自分が出てきますよね。で、まあその後はまあ書類書いて、あのね、白バイの方に注意を受け、すいませんって謝罪して、でそのままロータリーぐるーっと回って、帰ろうとしたら、今度また白バイが僕の後ろからワーンってまたサイレン鳴らして、え、俺なんかロータリーで違反したと思ったら、そのまま別の違反者を追っていきましたすごいね、今回は目光らせますね。さよならした後に後ろからまたワーンって言わないでよ次3ヶ月以内に違反したら累積されないっていうのがなくなっちゃうって聞いたので、と思ったら僕ではなかったって、もう勘弁してくださいよ。うん、その後僕家帰ってから機嫌悪かったです。その後歯医者行ったら、あの型取りしてもらって、本ちゃんの歯つけてみたらちょっとサイズが違くて、もう一回型取りさせてくださいって言われるし、踏んだり蹴ったりで、そんな最悪な一日でした。ということで、久々にこれをお伝えしたく録画しました。なんで皆さんも運転は気をつけた方がよろしいかと思います。警察の目が光っております。普段大丈夫だと思っても不注意でやってしまうことあります。本当に運転は気をつけないとなって思います。特に自分